僕個人的に一番好きなところ何かというと、これはぜひね皆さん持ってみてください。めちゃくちゃいいから。2年間使ってみてね、あこれ微妙やったなっていうのは、はい、本日はですね大人気の、リュックブラックエンバーをご紹介していきたいなというふうに思います。ということで僕こちらをですね着用というか使用してから約2年が経っております。で2年経って、まあ、いろんなカスタムを僕なりにやってるんですよ。でね、このリュックね実際どうなんて言われることも結構多くて、まあ、僕が思う本間のところっていうのをねお話しさせていただきたいなと思います。まずですねこのバッグ、通勤用としても最高のバッグにしますっていうのを僕はカスタムしてそういう風にしてるんですけども、まずねこの上のクリッパっていうこの、金具みたいな、これがあることによって机とかにもかけれるんですよ。机の端っことかにかけたりとか、まあ、こうありますよね。ほんなここにねパンってかけといてあげれるんですよ。これちょっとほんまやったらかかるんですけどね、今ちょっとかかりませんけども、かけたりとか、あとこういったラックとかにもねこのままポンってこういう風にかけれたりできるんで、まあ、こういうカスタムをしたりとか、あとジップとかをねこの前のジップとかこうやって開け閉めするときってこれ掴むの邪魔くさいからキーホルダーごとこうやっていくんですけど、まあ、こういうキーホルダーをつけて、この表側には何があるかというとドリンク入れるやつね、これを僕はすぐなくしますので、こういう感じで挟んでる状態ですね。そしてね通勤用としてねカスタムするにはこれ絶対やった方がいいよっていうのが何かというと、ここにねカラビナというかつけてるんですよ。あのキーホルダーつけるようなやつで、ここに鍵をつけるんですね。で鍵つけてどうするんっていうと、鍵の開け閉めって邪魔くさいじゃないですか。よくこれね伸びるんですよ。だから伸びるからここに鍵つけといて、ガチャって鍵開けてパッて離したらまた戻ってるんですよね。まあなんと便利なこと。これブラックエンバーの宝珠もいいけども、それ以上に僕これめちゃくちゃ使ってるから、これ確かアマゾンかなんかで買ったんやけども、まあ、下にねリンク貼ってますけども、これはぜひね皆さん持ってみてください。めちゃくちゃいいから。ということで、こういうリュックなんですけども、毎日使うものじゃないですか。でこうやって毎日使ってる時に形がもちろんいいのはかっこいいのはそれは当然なんやけども、雨なんですよね。いきなり雨降ってきたりとかして、傘持ってる日はいいんやけど、傘持ってなかったし濡れたら嫌なんやけども、このブラックエンバーの宝珠に関しては雨でいいんですよと、雨防水仕様になってるんですよっていうことで、うわそれめっちゃいいじゃないですかって言ったけど、実際使ってみるじゃないですか。やっぱりあの雨に濡れないっていうめちゃくちゃいいから、特に僕とかこの中に PC 後でも言うんですけど PC 持ち歩くんですよ。やっぱパソコン持ち歩いてる時にね雨降られたらやっぱりちょっと心配になるんですけど、これはちゃんと止水ジップも使ってるから雨がね入ってこない仕様になってるんですよ。なので通勤とかには持ってこい。そしてアクセスもどういう持ち物を持つ人にいいかっていうと、パソコン持つ人とかノート持つ人、書類持つ人、そういう人には仕切りが多いんですよ。だからこの手前側にクッションのついてる PC とこ入れて、で次のとこにはこういうところがあるからちょっと大きめのとこに僕はミニボディバッグみたいなの入れたりとか、あとなんかグローブ入れたりとかしてるし、この前のとこにはこういうドリンクホルダーとか、あとティッシュとか入れたりしてるんですけど、こういう仕切りがねとにかく多いっていうのは、まあ、ガジェット感があっていいじゃないですか。でそれとね、僕個人的に一番好きなところ何かというとこれなんですよ。この前カチンってできるとこで、この前カチンってできるとこね、ナイリュックにはないでしょ。でナイリュック持った時めっちゃね揺れるんですよ。揺れるっていうかこう肩がずってきそうになって、こうやってなんかあの余計な力入れるんだけど、ここでがっちりホールドしとったらもうちょっとやそっとじゃもうブレへんのですよ。なこれね見てる感じからしたら、はこんなん別につけんでいいやんと思うじゃないですか。つけてる人からしたら、これめっちゃ大事じゃねえと、これあるかないかで全然ちゃうよと、よく僕動画で言ってるけどね、もう後を書いと加藤愛ぐらいちゃうよって言ってるじゃないですか。もうほんまそれぐらいちゃうから、これはねあの必ず皆さんつけてくださいっていうぐらい良かったんですけども、微妙なとこもあったんですよ。2年間使ってみてね、あこれ微妙やったなっていうのは、僕にとって微妙なところっていうのは旅行でこのカバン全然向いてなかったんですよね。でなんで向いてなかったのかというと、僕はですねよくこういうねカメラとか三脚とかを持ち歩くんですよ。で去年ね日本一周行きますって日本一周行ってる時もカメラとかこう三脚を入れようと思ったら、そういう入れる大きい入れる場所ないんですよね。だからブラックエンバーじゃなくて他のこうもっと大きいリュックとか、こう仕切りがないリュックやったらもうズボズボこういうでかいカメラとかバッテリーとか入れていけるんですけど、これね仕切りがあるっていうことで逆に僕は旅行の時使わなかったんですよね。特にカメラ持っていく時なんかめちゃくちゃ使い勝手悪かったから、ちょっと微妙やったなっていうところが、まあ微妙な点でもあるし、他にも微妙な点っていうのはこれね、もともとリュックでもあるし、あとはこういう風に横にもこうやって持てるタイプにもなってるし、こう引っ掛けてこうショルダー系にもできるっていう3ウェイになってるんですけど、はっきり言います、全く3ウェイで使ったことない。これリュック一択なんですよ。だから3ウェイの必要あったかなと。だからこういう持ち手とかはっきり言っていらないんですよ。なんかこれはね人によって分かれるかもしれないけども、3ウェイの必要ははっきり言ってなかったなという風には思っております。ただですね、今のリュックって結構多いんですけども、こういう旅行とか行きますよね。空港とかでこう旅行行ってキャリーケースやってる時に、このリュックの紐のとこでやってたりしたら、こうグラグラしてね、こんなんこうやってる時にこうたまにこうゴローンってなって、うわやる気なくなったってなるじゃないですか。あもうええわってなる時あるでしょ。それ嫌やから、なんかないかな
なと思ったらちゃんとブラックエンバー、そんなん分かっとるんですわ。で、何が分かっとるんかっていうとね、この真ん中のとこに紐をつけることによってピッタリンコここにガッチャンコひっつくんですよ。だからどう揺れても落ちないんですよね。さすがビジネス用ですよね。で、なおかつ濡れないから、こういう大荷物持ってる時とかってもう傘刺されへん時とかあるじゃないですか。で、そういう時とかでもこれだったら濡れても全然大丈夫やったんで、キャリーケースとの相性はいいんやけども、ちょっとこれ1個で旅行はいけなかったんかなっていうところで、まあ、カメラとかやってはる方にはちょっと向いてないバッグやったなとは思います。だから YouTuber にはあんま実は向いてない。だから YouTuber 以外の30代以上のビジネスマンにはもうめちゃくちゃ、もうむしろそういう人らに向いてる。で、クリエイターとかデザイナーとかそういうクリエイティブな感じの人もめちゃくちゃ向いてる。精密機械入れても濡れないんでね、壊れないんで、あの安心して持っていけるんじゃないかなというふうには思います。ただですね、これ実は2022年から仕様がちょっと変わったらしいんですよ。で、2022年の秋冬だからちょうど半年ぐらい前から仕様変わってて、このブラックエンバーのフォージっていうモデルね、これ今まで750デニールっていう生地の分厚さで、あの、まあ、頑丈に作られてないけども、なんか環境かなんかに配慮したということで500デニールっていうちょっと薄めの生地に変更されたらしいんですよ。だからそれによってね、値段が上がったんか下がったんかとか、そういうのは僕ちょっと分からへんけど、とにかく生地とか変更してるらしいんでね、ちょっと仕様は変わってますよと。とは言いながらもめちゃくちゃ人気やからね、入っては完売入っては完売っていうことらしいんですけども、僕ね、これともう一個ね、あのフォージかセージかなんか忘れたけどもね、もう一個リュックのタイプあったんやけど、それはね、あのフーちゃんにあげたんですよ。フーちゃんで僕のカメラマンの子にね、あのよくカメラでね、あの釣り行ったりとかするってことで、そら防水のバッグ持ってかなあかんでっていうことで、そっちの方は結構しっかりしたなんて仕切りのないリュックやからカメラとか入れれるんですよ。だけどこれ結構仕切りあるからカメラには向いてないけど、もう一個の方のリュックはね向いてて、名前ちょっと忘れました。セージかフォージ、これがフォージやったから、それセージやったからなんか忘れたけどもね。まあそういうことで、まあ、YouTuber 以外の方には向いてるようなバッグやったんじゃないかなということでね、本日はですね、大人気のブラックエンバーのフォージのバッグを2年間着用してみてどうやったかっていうところをお話しさせていただきました。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。全卓造ファンが泣いたあの感動が再び、全世界が待ち望んだジャパンメイドや2023ポップアップ、卓造のメンバーシップの方を募集しております。先行動画が見れて限定動画もやっちゃってます。そして飲み会があったりとか、カレンダーを毎月プレゼントしておりますので、僕と同じカレンダーにしていきましょう。そしてお名前のスポンサー、そして記念品をプレゼントさせてもらっているので、下記の方法からメンバーシップお待ちしてます。